はい、戦国武将紀行二階堂森喜子、森喜子はですね、いろんなことはあるんですが、先導筋にいた二階堂家というのはですね、非常に周りの伊達、芦名、佐竹、先導筋の諸大名たちとの関わりの中でですね、大変な位置にいたと、窮地にもあったわけで、ちなみにこの方のですね、お子さんが森高子ということで、芦名家に人質として最初いたんですが、その後ですね、養子からなんと、人質から養子、実子の関係はいろいろあるんですけども、要は二階堂の人間がですね、出身の人間が芦名家を継ぐという、後他の佐竹氏からの出身の方もいるんですけども、そういうちょっと混迷の時代にお生まれになった方でですね、どちらかというと、二階堂家っていうのはもともとその鎌倉以来の武家なんですけども、武将というよりもどっちかというとその、政治顧問じゃないんですけど、大江の広元らとですね、その幕府を創設したその、内政面に活躍したあの武家であったわけですよ。でも名門の家ですから所領も得てですね、この須賀川なんですが、須賀川の領地はですね、もともと持っていて、鎌倉の二階堂というところがありますけど、あちらに屋敷があってですね、こちらに下校したのは為氏公からなんですけども、こちらはですね、城下にあります、腰津院と書いて、読み方がちょっと違うんですね、難しいんで、で何かというと薬師如来、この方ですね、戦国武将としてご紹介するんですが、どちらかというと文系というかですね、文化系大名というような形でですね、ちょっとご紹介したいなと。やっぱりですね、いろいろな戦国時代といってもですね、それ武家の当主に生まれたとしてもですね、名前は陽心院ですね、なかなか読めないんで、いろんな方がいてですね、その 文略に優れた方、武略ですよね、武門のやはり、棟梁の方もいましたけど、要するに大名に後々なっていくというような、そういう武将もいました。この方はですね、どっちかというと、そちらよりもどっちかというと文化大名、後にですね言われるような文系の大名とも言えるわけですよ。で、そういったことからこういったですね、これは薬師様、つまりですね、養心院の薬師如来、これ薬師如来じゃなくて薬師様って書いて、薬師様をご紹介したいと思いまして、ちょっと、撮影してるんですが、森喜子もですね、信仰熱心だと、だからそのいろいろな武家の方いるんですけど、何も必ずしも先陣切ってですね、敵の首を取ってくるだけが武将ではなくてですね、いろんな方がいたと。その中にはですね、森喜子のようにですね、この方のお生まれになったその時代と場所っていうのが、非常にややこしくてですね、先ほど言った先導筋の他の大名たちもいましたんで、非常にですね、関係が複雑と、いうことが、まして自分の子供がですね、先ほど言った森高校になりますけど、後の森高校がですね、芦名家を継ぐとは思わなかったでしょうけどもね、そもそも人質に出したのはですね、自分の家を守るための苦肉の策なんですよ。二階堂家といっても右衛門でもですね、やはり跡取りには困った時期もありましたから、そういう意味でですね、女上司も生まれたわけですよ。ですから、その個別に期間たくさん話すときりがないんですけど、要は森喜子七代の当主であったんですけども、どちらかというと、文系の大名で、そういった戦乱はもう嫌気がさしたんじゃないですかね、分かりませんけど、信仰に熱心な武将っていうのはたくさんいましたけども、それを利用した武将もいたりですね、信仰利用ですね、信仰とか宗教、もしくはそれを徹底的にですね、破壊したという武将もいますし、それはいろいろなんですよね。自身が神だって言ってた武将もいますしね、それはそれとして、薬師如来、薬師様ですね、ここではね、どんなものなんでしょうって、ちょっとね、撮影こうやるとちょっと難しいんで、写真だけにしますけども、中にですね、そうですね、3、40センチぐらいの高さでしょうかね、ひっそりとこう薬師様が祀ってあるんですが、非常にちょっと開けるわけにはいかない、勝手にはできないですから、非公開ではないんですけど、公開されているようなんで、ちょっと撮影だけさせていただきました。はい、二階堂森喜子、戦国武将、先導筋の、須賀川城主だったんですが、
薬師様、信仰に熱心な大名ということで、そのゆかりの地をご紹介しました。